はい、初心者の方ある程度弾けるようになったら2本目のウクレレが欲しくなるということで、2本目におすすめするオール単板で、それほど高くなくリーズナブルな感じでいいの何かないですかという質問をいただきましたので、今回お答えしたいと思います。2人で散歩する月の、はい、そのウクレレはこちらです。マーチンの S1 ですね。現行のソプラノウクレレなんですけども、とにかく音がコロコロとしてていいんですよね。ウクレレらしい音っていうとこういう音じゃないですか。これ今ロージーになってますけども、こういう音なんじゃないですか。これまあマホガニーなので、マホガニーっぽい甘い音なんですよね。でソプラノウクレレってスケールが短いですので、どうしてもあのピッチが不安定になりがちなんですけど、さすがあのギターでも有名な老舗のマーチンですね、そこのブランドですのでピッチは正確です。でこれ、マーチンの中でもメキシコで作られてるんですよね。ですのでだいぶこうリーズナブルなお値段で、販売してるということです。でマホガニーのオール単板です。引き込めば引き込むほど音も良くなってきます。でボディは若干この、地味な感じの色合いなんですけども、ビージョンはそれが逆にまた好きだったりするんですよね。あのコアのブワーって派手なやつもいいですけど、こういう地味なやつもなかなかいいですよね。でここについてるこれはライブ用のマイクをつけるやつなんで、普通はもともとはついてないですからね。はい、そんな感じのソプラノウクレレです。でこの S1 は普通のソプラノよりも若干小ぶりなボディなんですね。小ぶりなんですけどもすごく音が、いいんです。はい、すごく甘くていいソプラノウクレレっていう音が出てますね。はい、で DJ はあのヴィンテージのソプラノウクレレマーチのも持ってるんですけども、そっちもいい音するんですけど、これも負けず劣らずなんですよね。だからステージとかライブで使ったりするのもこれが多いです。ヴィンテージよりもこちらのを持っていく方が、多いかと思います。でこれは、若干手も加えられてます。オリジナルはフリクションペグなんですけど、フリクションペグから5等の UPT っていう4対1のペグに交換してありまして、あと12フレットから上のフレットはほぼソプラノでは使わないので外しました。外した方がこの辺で弾きやすいんですよね。この辺の高い音ってコン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 っていうだけで、実際あんまり使い勝手のいい音じゃないですので、それよりはな、あるよりはもうなくしてしまって、この辺バシバシ弾いても邪魔にならない感じに、仕上げてあります。はい、どうでしょうこのマーチンの S1。 わりかしあの楽器店に行くと大体置いてあったりもする、ポピュラーなモデルですので、わりかとこう弾いて、選んでもらうのにもいいんじゃないでしょうかね。 お茶の水なんか行くと必ずあると思います。はい、これで意外とリーズナブルなお値段だったりもするんですかね。はい、どうでしょう。今これロージーの状態にしてあります。ロージーにしても低音がしっかりなぜか出るんですよね。さすがマーチンマホガニーっていう感じです。でネックの形状がとにかく握りやすい、まあ、あくまでも DJ の意見なんですけど、ネックが握りやすいんですよ。厚くもなく薄くもなく、ちょうどいい感じでものすごく弾きやすい。それからあのボディの形状が体にシュッと入るんですよね。他のソプラノウクレレだったら小さすぎて持ちづらい、大きちょっと大きくて持ちづらい微妙なところ、この S1 はすごく持ちやすいです。これも DJ の体から言うことかもしれないですので、ぜひ実物をですね弾いて持ってみるといいんではないでしょうか。おすすめのソプラノウクレレ、今回はマーチンの S1、 こちらをお送りしました。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。